おはようございます。よろしくお願いします。どちらにも行けば行くの？あ、今週号です。あ、はい。ここがその広場なんで、広報の方が来るのでちょっと行くんで。これ例の物です。軽いね。違うが幸せ村ですね。ノイズ施設とかがあるとで、うん、多分ナビで出てくると大仏って言っても向こうに案内されるんですけど、うん、駐車場が、うん、で向こう駐車場ないんですよね。まあ多分参加の人はそのでこれ写真撮るんじゃないかな。うん、そうだね。写真撮ってるところを撮ろう。切って多分行ったりもするので、うん、まあけどとりあえず。実際みんな ここに来るからね、別に、うん、我々先までこっちに行くのかなと思ってます、うんうん、はい、これがなんだっけ、新緑地公園。はい、新緑地公園。やっぱ白レンズ目立ちますね。いや、そう、いや、地方カメラそうとか、あ、これ200mm。 おお、飛んでる鳥を。やべえ、やべえ、遠すぎる。もう倍欲しいな。え、一応向こうまで行ってみましょうか。うん、そうですね、はい、ここで、はい、ちょっと、ね、黄昏出てもらおうか。そんなに。あ、いいじゃん、爽やか。そう、超儲けてる社長がいる。いや、もう儲かってないっすよ。行く前の次は金山に止まります。おはようございます。おはようございます。なんだかお久しぶりです。明けましておめでとうございます。本当ですね、うん。びっくりびっくり。え、なんかすごい久しぶりな感じする、うん、ごめんね、弁当食べさせて。全然いいですよ。で準備で多分10分ぐらい。はい、どうぞどうぞ、ごゆっくり。あ、この間ね、うん、メフィル聞きに行ったら山田さんがセッティングしてた。ああ、ピアノがすごいよ。やつかな。あ、そう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 、うん、今完全 iPad？ 完全 iPad です。あ、でも、うんうん、結構ガチの弦楽四重奏の本番。ああ、まあ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 。なんかね、自分のせいで、ね、何かあったら嫌だから、ね、いろいろ見ましたよ。あの問題起こってる本番。ですかこれ。盗聴マイク。本当はあの服につけるんだけど、はいはいはい、まあ全然ここで大丈夫。うーん、盗聴じゃないよ。はい、ありがとうございます。やりにくい部分とかありますか？全然大丈夫です。大丈夫？はい、うん、はい。じゃあ見失わないで大切なもの、君の笑顔に支えられてるから、諦めないで踏み出すことを、離れているからこそ繋がっているから。このソドレミミファってところが、はい、ちょっとギターと、高めに取ったらいいってことですね。ですね。はい。じゃあお願いします。はい。まあいいよね。はい。うん。大丈夫です。ちょっと待ってね。はい。
はい、とりあえず録音はおしまいで、はい、その週末にマラソンで撮影するレンズをちょっと業者から借りてて、うん、試したい、ちょっと試し撮りをさせてくださいちょっと待ってください、レンズ貸すからやってって言われて望遠だからさ、この部屋には圧倒的にめっちゃヨレで、うん、超顔ズームで、はい、あの強制終了で美しくなった浜さんのドアップがすごいドアップですか、超ドアップですよ恥ずかしい、毛穴はやめてください弾いてても弾いてて、今弾いてていいよ、いいんじゃないかな、うん、ありがとうございます、 ありがとうございました、じゃあ勝手にアップしときます、はい、お願いします、あ、コーヒー忘れてた、あ、そうじゃん、うん、飲んでってもうバッチリ、いい感じ、はい、いい感じですハマさんあれですね、徳島出身なんですよね、はい、徳島出身、うん、なんか今度コンサートやるって聞いたけど、やります、やります、うん、ふるさと公演がやっと念願かなってできるんですけど、おうおう、それはどこでやるんですか、徳島のね、ドイツ館っていう大工所演の地です、うん、でやります、その大工所演っていうのはね、その明治時代とかにできた建物でそう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 、一番最初にやったぞみたいな、そうなんですよ、すごくないですか、地元にそんな、ね、なんでなんで徳島だったんだろう、知らない、あんまり深掘りしないでくださいなんか外国人って言うと神戸とかさうんうん、うん、イメージあるけど、当時ね、うんうん、あまり深掘りしないでいただいて、うん、はいはい、いつですか、ね、4月の2日です、うん、もう一応満席、もうすぐじゃん、そうなんです、なんだ、じゃあ宣伝する人ないじゃん、そう、でも、うん、徳島でやります徳島出身です、頑張ってね、頑張ってきますそうです、ね、動物的な感覚というか、はい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 、うん、まあ失敗してもそれがまた次のプラスになるんで、どんどん前に進みましょう、イエスお話いつも聞いていただいてありがとうございました、はいはい、すいませんね、わずかなために来ていただいて、とんでもないです、またお願いします、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは、倒れるまで追いかけます、多分3分ぐらい倒れたら全員来てくれるから、 OK です、ありがとうございます、おー、すごい、おいしかったです、すごい。
します。有限会社。両症状。